よく見つけたね。これは。野営地がある。みんなはどこに？あれ？残していったんだ。そんなことはいい。先を急ごう。なら行こうか。ロンドラの宇宙採掘事業、ここがその司令室だったのかもな。壮観だね。ああ、ここを調べてみよう。ロックされている。どうやって開ける？端末に何か手がかりないかな。ここからホログラムにアクセスできそうだ。はあ、データがある。ちょっと中身を見てみる。ほとんど破損してるけど、いくつかのログは見られそう。再生もできるかも。コントロールルームでエブリンを見つけました。ロンドラさんのパスコードを探してた。どうやってセキュリティを通ったんだか。まあ不安定な様子でした。ロンドラさんのドアを叩きながら助けてくれと、もういないと言ったんですが叫び続けていた。そして連れ出された。今のが最新。他は2065年より前だね。ログはいくつあるんだ？3つ、あ、いや4つだ。4つのログに4桁のコード。音声のエブリンはデータからコードを探していた。調べてみよう。わかった。その端末が解除されたのか。別の端末を調べたら。採掘事業の記録が表示されているんだ。フォーカスを使って操作できそうだ。なら端末はいらないな。じゃあこれが最初のログ。念のためフォーカスにもアップロードしとくよ。2050年、私にとって勝利の年。最初の事業でアンチどもを一気に黙らせた。小惑星を確保した時、奴らは息を呑んだ。我々が小惑星の富を手に戻った時、奴らは一転して媚びへつらってきた。ああ、記憶に残るフライトだよ。人類にとってもな。地球のそばに浮いてる岩だけど、フォーカスでデータを見られるよ。ログにあった星だ。でも数字が2つある。どっちがコード？フライトのことを言っていたな。確か忘れられないと思う。じゃあフライトの数字だ。ああ、きっとコードの一桁目だ。幸先いいね。次のを聞きたかったら教えて。
いいぞ、再生してくれ。アクセスする。役員会を納得させた。あのプラチナ埋蔵量はリスクに見合う。あれを取ったらプラチナリングをエブリンに送ろう。彼女の行く先々で我々の成功を示せる。最低だね。年数はないけどプラチナってのは入ってる。プラチナだ。この事業だな。でもどの数値だ。どれだろう。もう一度聞いてみよう。役員会を納得させた。あのプラチナ埋蔵量はリスクに見合う。あれを取ったらプラチナリングをエブリンに送ろう。彼女の行く先々で我々の成功を示せる。今回はフライトの数字じゃないよね。確かログではプラチナ埋蔵量のことを言っていたな。分かった。多分な。3つ目のログも聞けるよ。頼む。じゃ行くよ。事故によってアリどもが騒いでいる。弁護士と広報は被害対策のために群がり、莫大な損失への愚痴が止まらない。しかし奴らは分かっていない。事故による死はうぬぼれへの教訓だということ。彼らの死が輝かしい未来を約束する。部下のことをコマとしか思ってない。作業員のことが分かるね。8人も死んだのにロンドラは何とも思わなかったってこと。どの数字を選ぶかはお任せする。3つ目の数字だ。残りは1つ。入力してみてのお楽しみだね。最後も再生する。いいぞ。今流す。ライバル会社がなんと議会で横槍を入れてきた。だが何年かかろうとも、あのコバルトは手に入れてみせる。シャオルールナーリソースの奴らに月面はくれてやる。他は全て私のものだ。よし、情報は分かった。うん、ちょっと待って。できた。最後のログもフォーカスに送っといて。ありがとう。最後の数字を見つけたら上でコードを入力してくる。データはなさそうだ。4つ目にはコバルトとシャオルールナーシェが含まれてた。両方が関係するログを探す。そうだ。空間か。仕事場のど真ん中だな。ここを調べてみよう。この遺物、昔の銃か何か。いわゆる友人からの贈り。物、警戒を怠るなという戒め。どういうことだ。ああ、これは何だろう。何かを受賞したんだろうな。ロンドラの妻は有名だったらしい。どうしてここに置いていたんだ。最後はいい関係とは言えなかったはず。愛がゆえに手放せないか。
のセキュリティログか。最近の記録がある。一体いつまで待たせる気だ、ノバ。データの復旧はもうじき完了します。ノースアレを送信用に起動します。航空学と特殊事業の全てを取得したのだろうな。MSP のファイルもだぞ。ええ、そうです。完了、送信可能です。あのプログラムを復活せざるを得ないというのは残念です。ノバ、私たちには難題が立ちはだかっている。あまりは許されない。共感マトリクスを 15% 減らしてくれ、頼む。完了。素晴らしい。ではさっさとファイルを転送してここから立ち去るぞ。こんな墓場にはいたくもない。今のは何？おそらくノースアレイは送信機だ。そこを調べればロンドラが逃げ込んだ場所もわかるかもしれない。そもそも奴は何を探してたの？後で説明する。まずここを出よう。分かった。ちゃんと聞かせてよ。よし、送信機はこの辺りにあるはずだ。あの石の塔が怪しいな。機械が邪魔だね。片付けよう。
な。あの石の塔を調べよう。手がかりが見つからなきゃ困る。私の地点に送られてる。それ何のデータ？さっき見たホログラムは何だったの？あとロンドラはここへ何をしに来たわけ？私の仲間に何してるの？やつはみんなに古いデータを発掘させたんだ。ここで探していたものの中には MSP という聞いたことがないものもあるが、多分やつは船を作りこの世界から逃れて空へ飛び立つ気だ。世界から逃れる？でもなんでそんなことするわけ？何か私に隠してるだろう。預言者と同じだ。何も明かそうとしない。それはお前もだろ。さっき遺跡で目にしたあの壁画、あれは何だ？分かった。ならお互い様っていうことにして。いいか、ロンドラの行方はもう突き止めたんだ。必ずそこにクエンもいる。妹も。ああ、そうだ。先へ進む前に一度提督に報告してくる。空から見つけた船で戻るよ。それじゃあ集落で会おう。自分の装備を整えよう。聖火とはロンドラを追う時に会えばいい。どうしたんだ？提督に報告してきた。私の階級を剥奪して追放しろって嘆願があったってさ。そういう扱いを受けるのはさすがに辛いだろうな。どうだっていい。次はどこ向かうの？ああ、ひとまずロンドラがデータを送った先は分かった。聖火と出会った場所の北にある空から向かおう。ああ、そのことだけどさ、今回は私の船を使っていかない？飛ぶのは嫌いか？私は海兵、空よりも海の方が肌に合ってる。分かった、船で行こう。出発する？あ、行こう。ついてきて。やっぱり船よ。だって空と違って落ちたところで死なないし。
後ろは霞んでいく戦団だ。仲間たちも霞んでくる。なぜ我慢しているんだ。私も部族全体から疎まれていると感じる気持ちはわかる。私なら勝手に出てくる。昔はこんなんじゃなかった。私は良き大学、良き姉だった。居心地も良かった。居場所があるって強みなの。荒波に揉まれてもレースも。そういう居場所があるなら捨て去ることはない。お前がいるありがたみを分かってないな。そんな風に思う人なんていないよ。ここに座標はあのホルスの方角にあるみたいだな。あれ本当不気味だよ。天気が良い夜に集落に迫ってくる。見て、あの海辺、警察船だ。ここで間違いない。陸に上げるよ。座標は丘の上の方みたいだ。先にどう。たちを連れてくるにもおかしな場所だ。仲間がいるといいんだけど。みんなはここに来たんだ。丘の上に向かってったんだ。座標はあっちを示してる。ロンドラが設置したんだろう。通り抜けることは無理だ。向こう側に何かの装置があるの。スキャンできそうだ。何だろうな。ホルスに接続されている。冷却装置かもしれない。今は放っておこう。よし、こいつの中身を見てみよう。
内側に何かあるみたいだな。中には施設があるのか。ロンドラとクエンたちはここにいるのかもな。でも障壁に遮られていけない。見ろ、これは発電機の一種なのか。ホルスの腕につながっている。部分的に起動する術を見つけたのか。まさか鉄の悪魔が蘇ることなんてないよ。それはわからない。ただロンドラはホルスを使って障壁を作っている。それじゃあこの発電機を止められれば障壁も消えるわけだ。そうだな、やってみる価値はありそうだ。すぐ近くに発電機が2機あるな。よし、そこ行ってみよう。発電機は丘の下にある。
動力源だ。私一人じゃ無理だよ。動力源を受けて。